それではですね、今月の全国お城物語、全国のお城セミナー、オンラインセミナーを開始したいと思います。本日は富山県、人口でいうと富山県の2番目の都市で、町であります高岡市にあります高岡城の話をさせていただきます。扉のページに写真がが出ておりますが これの緑のに縁取られたところが、えー、高岡城でこれはもうこれ以上でもこれ以下でもなく、えー、作られた当時のエリアがそのまま保存されているという非常に稀有な。 例でございますでまあその後ですね、えー、まあそのこ,この歴あの後ろの歴史とはこの後お話ししていただくので、えー、楽しみにしていただけたらと思いまして、えー、早速始めたいと思います本日の講師をご紹介しますえー、本日の講師、えー、田上和彦さんえー、田上さんは高岡市教育委員会文化財 保護活用課の主任でいらっしゃいます、えー、それでは、えー、高見さん、えー、よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますえー、今ご紹介預かりました、えー、富山県高岡市教育委員会文化財保護活用課の高見と申しますえー、今、えー、1時間半ほどよろしくお願いいたしますで今、えー、皆様画面共有させていただいている、えー、高岡城跡です ということで、今回ちょっと初めにですね、えー、まず今回、私、いつも一般の方向けに、え出前講座をしてるんですけども、えその中で、えやっぱりちょっとわかりやすさを重視させていただいて、絵図とかですね、写真などをスキャンして使っております。今回につきましては、出展明示をさせていただいて、えちょっと皆様わかりやすく、 え、提示しておりますので、そこをご了承いただければと思っております。また写真とかもですね、高岡市、および高岡市教育委員会の所有しているものですとか、シンポジウム等で先生方がいただいたですね、写真をですね、ちょっと使わせていただいておりますので、それもちょっとご了承いただければと思っております。それでは、えー、少し、えー、話を進めていきたいかと思います。えー、まず今回ですね、えー、おっと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 とととととと、動かないです、ね。 今回私の方でお話しさせていただく内容がこちらになっております。えまずは高岡市の概要、それからえこのお城のですね、立地特徴、築城背景え、それからえ調査をしておりますので、その高岡城跡の調査成果、え最後に、まあ、このお城の魅力とですね、今後の活動についてお話しさせていただきたいと思います。 えまず、えー、高岡市の概要はちょっとさらっとですね、流していくような形で、えー、お話し,したいかと思います。こちら見ていただきますと、えー、高岡市の位置はですね、日本の大体、ま、日本海側の真ん中あたりの、えー、石川の金沢城のお話を聞いておりますので、多分イメージしやすいかと思うんですが、えー、金沢城の、ま、隣のですね、えー、と富山県の、えー、県西部西側に、えー、ありますま、富山県第2位の えー、人口を誇る、えー、市になっております、えー。人口は16万6千人で、えー、主な産業等はそこに書いてある通りなんですが、まあ、伝統産業で言えば、まあ、銅器、漆器、杉傘などが有名でございます。えー、高岡市の歴史、簡単にですね、えー、記載しますと、このような形になっておりまして、えー、市の方では、えー、古代のですね、えー、越中国府が置かれるということで、大友のやかが国主として赴任して、 時期とこの近世のですね、高岡城の築城、この前田、香川前田家二代当主のですね、前田利長が、この高岡城を築いたというところがですね、高岡市の歴史としては非常にターニングポイントになっておりまして、キャラクターがですね、今回ちょっと見えないかもしれないですけど、私、ポロシャツ着てるんですが、このキャラクターになっているというような歴史を持っております。で、高岡市の主な観光といたしましては、非常にまあ、 まあ、見映えする写真なんですけれども、えー、海からですね、3000メートル級の山々が見られるということは非常に世界でも有名なところになっておりまして、こちら、まばらし海岸というところでございます。でそれから、えー、国宝随友寺ですとか、まあ、右下にも、まあ、越中随地の大坊と書いてありますが、昇降寺という大きな寺院があるということも特徴ですし、えー、右上の、えー、町屋ですね、金谷町となっておりますが、 い文字の町ということで充電権の選定を受けております。で今回お話しさせていただく左下の日本百名城高岡城も日本百名城に選ばれておるお城でございます。 で他にも、まあ、この観光につきましては、お祭りですが、えー、高岡三玄前間祭りですとか、えー、万葉集全20巻老ンの会、これ3日未満歌い続けるという非常にですね、クレイジーな祭りですけれども、まあ、このようなこともやっております。それから、まあ、ものづくり体験、それから万葉戦ドラえもんトラムが走っている街ということです。先ほど言ったように、伝統産業というのが、 えー、左上の高岡漆器、右上の高岡銅器、まあ、左下の菅傘、あとは、まあ、用理といってですね、まあ、鯉をですね、育てているというのも、えー、結構珍しいのかなというような、そのような高岡市になっております。まあ、位置と、えー、大体のまあ、歴史と産業につきましては、なんとなく理解していただきたかなと思います。で、高岡では銅器ということで、まあ、このような形でいろんなところに銅器、えー、がありますので、多分皆さん見られてですね、 え、動機があったらまあ多分高岡製だろうというふうにまあ見ていただけると非常にありがたいかなと思います。今、最近ではこのような形で非常にですね。あの現代人にまあフィットしたような形のまあ伝統産業ということで、まあ、スマホケースですとか。 まあ、いろんな、ま鈴、あ、鈴髪を使った、いろんなお皿ですとか、え、右下のですね、アイスクリームスプーンなんか非常に高いんですけれども、えー、熱伝導でどんな硬いアイスでもすぐ溶けるということで、非常に需要が高まっておる、ものになっております。まあ、食はまあ、このような形で、まあ、ぜひ冬にですね、高岡、および富山県に来ていただければ、このような美味しいものが食べれるというような形ですね。 で大体まあこのような形で説明させていただいて、本題のまあ高岡城につきまして、少し話を進めていきたいかと思います。えまず最初に、えー、立地、特徴、築城背景というものをちょっとおまとめてみたいかと思います。え今、 えー、空中写真を見ていただいておりますがあ、先ほど説明があったように、この市街地の真ん中にですね、ド、えーンと、このような形でお城が残っているという状態です。まあ現在では、えーえー、ここにですね、博物館があったり、まあ、動物園があったり、えー、ここに、えー、体育館があったり、えー、本丸には神社があるという、たくさんのまあ、 えー、建物は設置されておりますが、えー、先ほどご説明あったように、このように縄張りが非常に、継、えー、経,経に良好に残っているということが一番特徴ではないかなというふうに考えております。えー、まずこの慶長14年、1609年に、えー、加賀前田家二大当主、都、え、市、ー、前田都市長がこのお城と城下町を築くと。 いうことが、えー、現代の高岡につながる一番のターニングポイントではないかなというふうに考えております。で続きまして、えー、年縄さんってどういう方ということで、えー、ちょっとその方についてもちょっと迫ってみたいんですが、えー、年、家様は、多分皆様、あ、か、100万石の層ということで、よくご存知かと思いますが、その方の息子さんでございます。 で、えー、こちらのですね、えー、高岡物語ガイドブックのですね、えー、図を見ていただきますと、非常によくわかるんですが、えー、まず、年枝さんがこちらにおら,おられまして、松さんの子が、年長ですよと。で、年長と、ここはですね、三、えー、代年綱というのがおりますが、こちらは松さんの子ではないんですが、えー、こちらに、まあ、伊伏という形で、三、えー、代をつなぐ、えー、年綱さんになっております。 で、この年長さんと、奥様が、まあ、おさんということで、玉仙院さんなんですが、この方の、えー、お父様というと、えー、織田信長。それから、この年常の方に来まして、奥様の玉姫は、えー、どのような家系かというと、徳川家康の息子秀忠との、えー、秀忠の子供。 ということで、非常にですね、えー、前田家というのは徳川家、それから小田家とも、まあ、関係がある家柄だったということがよくわかるかなというふうに思います。でまあ、今回の話につきましては、年長さんの話が多いんですが、えー、この高岡のお城とですね、城下町のまあ歴史を考える上では、この年常さんの存在も非常に大事になってきますので、ここでちょっと肖像画をしょう、えー、紹介しております。 それでは我々がですね、後、えー、よいしょ。あとからもですね、ちょっとお話し,しますが、えー、平成20年から、まあ、24年にかけて、まあ、詳細調査を行っておりまして、まこ、あの中で、まあ、白調査、それから、えー、石切り調査ですね、まあ、石垣の石がどこに、えー、どこから切り出されたのかという調査となってま 科学的に地球レーダー探査、それから資料も新しいものがないかということで、えー、調査を行っております。まあ、高岡城の価値をまあ向上させようということがまあ目的で、えー、詳細調査をしまして、その結果がまあ今回のまあお話につながっているという形です。で、まずちょっと押さえていきたいのは今先ほど富山県の位置と高岡市の位置は、えー、押さえさせていただいたんですが、 この高岡市の地図を見ていただきたいかと思います。ちょっと地形図にですね、色を塗っておりまして、しょちょっとアニメーションで、えー、色を塗ってしまいますが、ちょうどですね、この青い線、今、今でも、えー、あります、小矢部川。で、ね、こちらがですね、千歩川という川になっておりますが、えー、前田利長が、えー、1609年に高岡城を築城した当時は、こちらとですね、 この千歩川が本流になっていたと言われておりますので、こちらを色塗りさせていただいて、こちらにです、ね、今の小川の流れがありますが、これは1609年段階ではもう少し細い川だったというふうに想像していただきたいと思います。で、高岡市の中心部にあるこの佐野大地というのと、高岡大地というのがありまして、高岡城とその城下町はこの高岡大地の上に、 気づかれているということがよくわかるかと思います。で、現在の、えー、都市計画図に、えー、これは最古の後から出ますが、えぇ、ー、街図をトレースしたものがこちらの図面になっております。これ見ていただきますと、非常にまあ、水路もですね、道も、おまあ、川もですね、非常にまあ、残りがいいなということがパッと見る、見えるかと思います。まあ、これに、え詳細調査の時にもうちょっとですね、頑張ってみまして、これ、東高線を 復元してみた図を重ね合わせております。でこれを見ていただきますと、えー、高岡城、お城、ここですね。お城と、このおたやと書いてありますが、ここが城下町になっていまして、これがちょうど標高15メーター、高岡第地の一番高いところに、えー、お城と城下ですね、武家屋敷が、えー、作られまして、その一段下、 この段に、えー、町人町が作られているということがわか、わ、えー、かるかと思います。でこの川を挟んで、えー、その反対側に先ほどご紹介した金谷町、芋地の町ですので、火が、あ火事がさ、火事が起きたとしても、えー、こちらに、えー、炎症しないように、川の反対側に築かれたと言われております。まあ、それから後から、えー、先ほど出ました、随流寺も、ここです。高岡大地の突端部分に、 あるということと、香川、前田えー、年長の墓所ですね。こちらも、この高岡大地は非常にですね、10メーターぐらいなんですけども、えー、非常にちょっと高いギリギリのところに立地しているということがよくわかる図面かなと思います。それから非常に面白いのが、ここの千穂川の流れですが、先ほど本流とお伝えした通り、ここら辺までですね、非常に広い川が流れていたということが、 わかりますで。これはですね、最近のカシミール 3D の方で、えー、ちょっとパッと、えー、スキャンしたものですが、これ見ていただけよくわかるかと思いますがこれです、ね、この青い部分が全て川の幅だったんではないかなということで。これが現在の、細いのは現在の河川回収した後の潜望川ですが、それまでは、えー、こうやって暴れる川になっておりまして、えー、非常にですね、この街ギリギリまで水が来ていたんだということがよくわかるかと思います。 続きまして、立地を押さえさせていただきましたので、えー、実際お城の特徴のところに入っていきたいかと思います。これはちょっと横からですね、映している空中写真になりますが、城の形をちょっと見ていきた,、えー、見てい,きたいんですが、えー、このようにですね、よしまず一番大事なところは、この三つ彫りが、えー、ほぼ埋められずに良好に残存しているということではないかなと考えております。 このようにですね、非常にまあ残りがあいいということですね。それから各車が両好に残存している。これも非常に特徴的ではないかなと思います。こちら絵図でですね、本丸、二の丸、えー、ごめんなさい、えー、本丸、二の丸、かじ丸、まあ、秋丸、三の丸というものが表記されておりまして、この車がしっかり残っているということがよくわかるかと思います。 でこちらの絵図なんですけれども、越中高岡小城図大図と言い,いまして、金沢市の玉川図書館さんに、えー、所蔵されているものです。でこちらがですね、江戸期の、えー、高岡城の形を表している絵図ではないかと言われておりまして、えー、この黄色の部分が土類を表して、この青い部分はあ堀を表しております。でこの石垣が、まあ、ここのお土橋のところとおこちら裏口の方に今あると。 いうのが見えるかと思います。これに我々高岡市教育委員会が測量した図面を重ね合わせてみたいと思います。このような形になりまして、このようなクランクの部分もですね、非常に残りがよく残っているということと、ほぼ絵図とですね、重ね合わせられるような車、まあの形、それから彫りの形が わかるかと思います。非常に、まあ、残存状況はいいということがわかるかと思います、まあ。まさにこの城という字ですね、土からなると書いてございますが、えー、土木工事をした、えー、お城としては非常に、まあ、残りがいいものではないかなというふうに思っております。 もう一つですね、特徴的なものをお話ししたいかと思います。この馬出しというクルワが非常に本丸を中心にたくさん配置されているということが特徴ではないかなというふうに思います。まあ、皆様、お城の、城を知っておられる方なので、ちょっとあの、あれかもしれないんですけども、金星城郭の概念図からご説明いたしますと、 まあ、守るべき、えー、車があって、その前に作られた、この馬出しですね。二つの入り口があって、一つの方向に出すという構造の車ですけれども、これが高岡城をたくさん見受けられるということです。こちら名古屋城の、まあ、縄張りのものですけれども、まあ、こちらもですね、よく見ていただきますと、本丸の周りに今、まあ、馬出しが配置されているということがよくわかるかと思います。こんな形ですね。 で、えー、もう一度ですね、このナーバリ図を見ていただきますと、こういう形で、本丸のすぐ、二の丸が、まあえー、二の馬出しになっていて、えー、こちらカジマルも馬出しになっている。 で三の丸も馬出しになっておりまして、この本丸の、まあ、本丸東と呼んでおりますが、こちらのお車も馬出しになっている。で、まあ、え、ここのですね、えー、カジマルのところ、あー、すいません、秋丸のところだけは、二、えー、つの入り口があって、一、え、つ、ー、で一、えー、つ出すところがないんですが、これも、ま、えー、馬出し見立てでいいのではないかと、いうふうに、えー 先生方からご指摘をいただいておりますので、まあ、非常にですね、守るための車がですね、たくさんありますので、非常に防御を意識したお城ではないかなということも、この縄張りを見るとわかるかと思います。まあ、非常に防御力が高くて、まあ恐ろしいお城だということです。で、見る方が見るとおご指摘いただくんですが、ここは、えー、こちら側ですね。 内堀があって、こっちにも堀があるので、二重の堀で守っているんだけども、じゃあこっちのですね、こっち側は全然無防備じゃないかという方がおられるかと思いますが、え、この明治43年の迅速図ですね、こちらを読み解きますと、ちょうどこの本丸のですね、え、こちらですね、北西側ですが、 えー、こちらはですね、すべて、えー、田んぼみたいな形になっておりまして、まあ、昔はこう、沼地だったというふうに言われております。まあ、現在も、あわら町というような、えー、地名が残っておりまして、えー、昔の方はですね、このあわら、えーえー、と、あばらまで、えー、使うかることがあるので、あばらあばらが生ってあわらってなる、なったというふうに聞いておりますが、まあ、本当かどうかわかりませんが、今でもこのあわら町、 というような地名が残っておりますので、非常に沼地、まあ、あの水が湧くところだったということなので、こちらはですね、北西側はわざわざ堀を掘るまでもなく天然の溶岩になっていたということがわかるかなというふうに思います。で、この立地を、立地と特徴を見ながら、この築城背景についてもちょっと見ていただきたいと思います。ちょっとすべて出してしまいますが、 ええ、千六百九年、慶長十四年に、えー、ここですね、三月、富山城、ええ、年長ですね、高岡城に入る前に富山城におりましたので、まあそこが、あ大火、火災にええ会いまして、 すぐ4月にですね、家康に築城許可をもらっております。で、その後、急ピッチで高岡城を作るようなですね、いろんな古文書が残っておりまして、まあ非常にまあ急がせているということがわかるんですが、ただ、えー、たった半年ぐらいですね、この高岡城を作ってしまいます。で、この前後といたしましては、やはりこの大事な1600年、 慶長5年の関ヶ原の戦いというものがあって、えー、1603年に徳川家康が正位対象になりますが、まあ、この後ですね、築城をブームになってきまして、この1614年、前田敏長が死去して、そのお半年後ですね、1614年、慶長19年に、まあ大阪冬の陣が始まって、えー、翌年大阪夏の陣が起こるという、どとのですね、最後の、 えー、大きな戦に、えー、阻まれた、この1600年から1615年の間の、えー、非常にですね、軍事的緊張が高まった時に、この高岡城が作られたということが、まあ、よくわかるのではないかなと思います。まあ、我々、この報告書を書く時にですね、まあ、この豊臣、えー、この1600年に、まあ、関ヶ原の戦い終わりますが、まだこの、この後はですね、秀頼様がおりますので、えー、大阪には、 えー、豊臣、えー、大阪城があって、えー、この東には徳川の江戸城があるということですので、まあ、この時はです、ねまあ、豊臣と徳川によるまあ二重抗議体制になっている時に、えー、築かれたお城であり、えー、やはりこのもう一回戦があるだろうということを想定した、えー、うちの一つのお城ではないかなというふうに考えております。 まあ、同様のお城としましては、まあ、慶長城8年、1603年に彦根城、えー。慶長十15年、これは1610年ですが、名古屋城を徳川家康が築いております。こちらは天下武神で、えー、築いておりまして、加賀前田家も石、えー、垣作りでは、えー、参加しております。これは私が写真撮ってきたところですね。ですので、まあ、こちら見ていただきますと、 まあ非常にですね、この段階で軍事的な緊張が高まって、先ほどの、えー、慶長15年に名古屋城ですので、まあ、非常にですね、まぁ、あ、年長的には、やはり徳川とは婚姻を結んで、表城は非常に、あの、友好を深めていつつも、やはり、えー、豊臣の御対応を、年長はしておりましたので、やはり、えー、徳、えー、豊臣に向けての、やはり恩義等も感じていたと。 ということもありながら、やっぱこのお城を作って、まあこれ一つのまあ防衛線を張っているということも、まあ一つ言えるんではないかなというふうに思っております。まあそのような時代背景があって築城されたんではないかというものでございます。それでは、えー、立地と特徴と築城背景を、えー、少し理解していただいた上で、 えー、実際の調査成果から読み解く高岡城跡というものに、まあ、入っていきたいかなというふうに思っております。えー、まず我々ですね、まあ、私自身も、まあ、高学を専攻しておりますので、まあ、発掘調査の成果から、先にご紹介していきたいと思っております。えー、まず、今回ご紹介するのは、えー、この、すいません、えー、っと、 こちらですね。この図面を見ていただきますと、このちょっと歯抜けになっている部分が、えー、今、我々が詳細調査の中でトレンチを入れた部分になっております。ですので、本丸は結構たくさんですね。えー、トレンチを入れたんですけれども、えー、こんな形ですね。ここも土塁を入れてます。こちらも裏側入れてます。えー、ただし他の車につきましては、 あまりトレンチを入れていないという状況でございまして、えー、土類の構造がよくわかる、まあ、秋丸ですとか、ああ、もう車 A になってますが、本丸東の車、えー、それからこちらですね、小竹や部という車、車の、えー、乗り目の方には入れておりますが、二の丸、あ、こちら三の丸と二の丸、カジじ丸には、まだトレンチが入ってない状態ということでご理解いただければと思います。 本丸を各にですね、えー、たくさんのトレンチを入れております。で一番成果がありました、この本丸広場、現在芝生の広場になっておりますが、こちらの成果と、ここに神社があると最初にご紹介いたしました。この神社の裏ですね、こちらを掘らせていただいた成果を見ていきたいと思っております。よいしょ。 まずですね、こちらが、えー、平成23年に発掘、えー、調査した最終段階の写真を、えー、掲載している非常に、えー、懐かしい写真でございますが、えー、今現在はこの本丸広場というのは芝生の広場になってまして、こちらが伊水神社側です。で、えー、こちらに、まあ、東西、えー、方向に、まあ、横断するような形で、えー、トレンチを入れております。よいしょ。 平成23年度ですね。非常に夏の暑い、えー、今頃のお発掘調査でございますで。現場は非常に暑くてですね、今これトレンチを、ま、重機掘削と人力掘削しておる状態なんですけども、ま、非常に、まあ、あの太,太陽の反射で、えー、この中に入ると非常にムワッとサウナになる,なるようなあ中で発掘をした、えー、覚えがあります。でこちらがですね、えー L 字で入れたトレンチになっておりますで。まず最初にここをですね、こんなような形でトレンチ入れたんですけれども、どうやらなんかこう石があるぞということで、この石が一体何なのかという謎を解きつつ、ちょっと拡張もしたというトレンチになっております。でまあちょっとこの土壌断面を見ていただきたいかと思います。 えこの土層断面を見ていただきますと、ここがですね、えー、上が芝生になってまして、えー、こんなような綺麗にですね、平行体積、えー、しておるとこと、まあ、れきがシュシュッっと入ったり、えー、している、正、まあ、地土層かなというふうに、えー、思っておるものも検出されております。これをちょっと読み解いていきますと、まずこの青い線で、えー、入れました線が、キ、えー、層になっておりまして、ここにある黒い 物質なんですけれども、これが、えー、コークスでございまして、えー、日本では八幡製鉄所が動かないと絶対出てこない物質と言われておりまして、えー、その時詳細調査の委員の方々に現地指導していただいて、えー、これはやはりコークスなので、ここから上は全て明治期以降の増制度ではないかというふうに位置づけております。ですので、まあコークスの次にちょっと汚いですね。 えー、え、きとか、ちょっと灰褐色の土が入って、えー、最後山砂を乗せて芝生を張るというような、ああ、公園造成の跡が見えるかと思います。で、この下をじゃあ、どのように読み解いていくかということなんですが、よいしょ、近代この土層になりますね。ですぐ、えー、コークスの直下にですね、茶色っぽい、えー、体積土がありまして、これ、ああ、に、鈍い大活色土というふうにしておりますが、 これが多分、前田利長が死んで、えー、高岡城が廃城になった。あと、江戸期、えー、それから明治の国スが入る前の大石、えー、土ではないかというふうに解釈をしております。でその下がですね、山歴,歴が多量に入っている非常に硬い層になっておりまして、 祖先、まあ、建物、あ、これを祖先ですね。これは多分祖先だろうというふうに、えー、位置づけておりまして、えー、この祖先建物の確認したちょうど同じレベルの土層ではないかというふうに、えー、想定しております。まあ、これは、えー、前田年長の当時築城と1609年の移行面というふうに、えー、今回考えております。で、えー、実際あの、 発掘調査では、異物がほぼ出ておりませんので、えー、土層の中が出る異物で時期を決めるということは、ちょっと、えー、高岡城の場合はできておりません。えー、ですので、このような形で土層を解釈して、現在この礎石がある面というのは、築城時1609年の移行面が残っているというふうに位置づけて、 おりますでこのようにして、えー、他のトレンチを見ていきますと、次のようになっていきます。えー、先ほどのトレンチ図の写真ですが、えー、こちらにですね、えー、赤くマーカーしたのが、礎石の抜き取り穴ではないかというふうに、えー、考えております。ですので、えー、このように1、2、3、4基の礎石があったと。 いうふうに考えられている。非常にここは綺麗にビーっと出てきております。で、他にですね、次の写真はちょうど、今見ていただいた写真がちょうどここですね。伊水神社さんに近い、この L 字のトレンチを見ていただきましたが、次の写真はこちらの写真になります。こちらですね、見ていただきますと、ちょうど2つの礎石が確認されております。 で反対側から見ていただきますと、ちょうどですね、ここ非常に近い間隔で出ているんですが、この後は検、その後の礎石は検出されておりません。またこちらのですね、ちょっと深掘りかけたんですけども、こちらにはちょっと礎石はなかったという状態ですで。今ここ見ていただきますと、ちょうど先ほど言った茶色の体積とですね、それからこの礎石の移行面がございまして、 えー、こちらの下にずっとですね、何層にもあたる、えー、造成度が、まあ森戸みたいな形で、えー、残っておるかと思います。で、実際の、えー、この高岡大地の地山はまだ、えー、出ていない状態なんですけれども、 1.7、えー、メーターぐらいですね、下まで掘ったんですけども、邪魔は出てないという状態です。で非常にまあここまでですね、えー、盛り土を入れてますので、非常に大規模な土木工事を想定しております。でちょうどですね、こちらがですね、えー、ちょうど3つこれです、ね、これがちょうどこの真ん中の 一番本丸広場のど真ん中のトレンチになりますが、こちらを見ていただきますと、3つの礎石が整然と並ぶような形で検出されました。ただし、やはりこちらにですね、つ、え、な、ー、がるような礎石は検出されませんでした。これは礎石3つが検出されたものでございます。 今ですね、まあ、平成23年度の、まあ、現地説明会の風景が、えー、見えているかと思いますが、えー、こちらですね、この発掘調査の成果をもとに、えー、現地説明会を行いまして、えー、このような形で、結構まあ皆さん近くまで <laughs>、このような形で来ていただきました。ちょうど夏の暑い日だったんですけども、午前中だけでも1日ですね、3時まで開催しまして500人の方がこのお城に来ていただきました。 まあえー、と私がハック調査の担当した時が、まあ、ちょうど入ったばっかりだったので、平成、まあ、11年前ですかね。まあ、ちょっと非常に若いんですけれども、えー、このような形で、まあ、記者さんへの、まあ、レックを行って、本当に暑いですね、これ。えー、こちら一番、まあ、低いところで出てきた素積なんですけれども、ちょっとすいません。ちょっと説明不足だったんですが、先ほど最後の私の写真に載っているのが、ちょっとここの、えー、トレンチになります。 でこちらトレンチを見ていただきますと、こんな形ですね。えー、こちら1、2、で、これがちょっと動いている祖先でしたので、1、2、ここに抜き取り穴が一つあって、3、3、4、5、こっち側に曲がっていくというような形で、非常にトレンチだけではなかなか、 あのー、祖石の建物はどんな配置をしているかっていうのはちょっと分からなかったんですけども、非常にこの本丸広場の下には祖石がよく残っているということがわかる、えー、発掘調査になったのかなというふうに思っております。よいしょ。もう一つありますね。で、これはあの本、先ほどの3つの祖石ですね、が検出されたところで、非常にちょっと、えー、多分、本丸広場の 中心部は非常に盛り土がですね、多くて、先ほどのまあ末端になると盛り土がちょっと少なくなるというような、これ地形的な要因かなと思っておりますが、祖先の検出面は大体まあ同じなのかなというふうに思っております。この形で、えーまあ、平成23年度はこの広場を、本丸広場を発掘いたしまして、非常に大きな成果を得たというふうになっております。 1> 1点ちょっと司会者からなんですが、はいえー、今回平成23日の大規模な本丸を中心としたトレンチ調査、はい、これはこういうその白調査っていうのがそもそも初めてのことなのかということとそれから、はい、あの調べた目的っていうのはあ,のあくまでも前田利長が在場していた時代の意向を調べるという目的であったのかと。 いうことで、ちょっとお願いしたいと思いますが。はい。質問ありがとうございます。え、ちょっと、えー、平成23年度の、この、えー、本丸周辺の発掘調査につきましては、えまずですね、えー、これは範囲確認調査になりまして、えー、この高岡城というお城自体は、えー、もともと県の、富山県の史跡だったんですが、えー、高岡市教育委員会の方では、平成20年から、えー、この、 県視席をですね、国視席にするということで、えー、詳細調査、いわゆる総合調査的なものを、えー、開始いたしまして、実際この、えー、高岡城の残り具合ですね、地下の残り具合がどれだけいいのか。いわゆる外側については、えー、縄張り場、それから地、えー、測量調査かけた形では非常にもう抜群と。じゃあ、そしたらその後、地下移行として、 この高岡城の遺構で言えば、築城期、それから、え、築城、お、いわゆる廃城後の江戸期の利用、これは藩の蔵として、え、米蔵や塩蔵として使われるんですけども、その、え、築城期と江戸期の遺構がどれだけ残っているか、というのが、まず、え、ま、いわゆる地下の残り具合がどれだけいいのかというのを把握するための調査と。 いうことだったのでえ、実際ですね、私が発掘を、まあ、引き継いでですね、やろうとしたときは、まあ、先輩方からはですね、えー、もちろん先ほど言ったように建物がたくさん 立っておりますので、それが昭和26年の産業博覧会というのもここでしておりますので、地下の残り具合は非常に悪いんじゃないかという、えー、下馬評といいますか、あのー、評価を、評価でが先輩方から、まあ、掘る前に、まあ、ないんじゃないかなというふうに言われておったんですが、まさかの、まあ、異物はちょっと見当たらなかったんですけども、えー、このような多分年長の築城期の移行が多分見えてる状態、それから、 その、築城した時の聖地盛り土、聖、まあ、地土がしっかり残っているということが非常に分かったというのが、まあ、この高古学的な手法で分かったのが非常に感動的でございました。 ありがとうございまうことは、えーと、高岡城の跡地はあの国史跡に指定されておりますが、はい、のあの国史跡指定のまあためのになる調査でであったっことで、ねはいそうですそ、ね、もともとあの下水道工事ですとか、緊急発掘みたいな形は何箇所かあるんですけれども、実際、この本丸自体にメスを入れたことは なかったので、え、実際、そのように、あの、いわゆる国主席を目指した、えー、調査の中で、えー、発掘調査を行ったということですね。ありがとうございます。それじゃあ、はい、後半、よろしくお願いします。ありがとうございます。え。 そうしましたら、えーと、続きのお話をしていきたいかと思います。非常にまあ、オンラインということで、あの、顔が見えませんので、非常に話が早く進んで、ちょっと自分でもびっくりしておりますが、え少しちょっとですね、私のまあ、思い出話を見れながらあー、お話ししていきたいと思います。そうしましたら、次のスライドに、えーっと、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 きたいかと思います。えー、続きましては、まあ、次は平成24年度の調査になりますが、 えー、このちょうど、先ほど掘ったのが、ここですね、えー。芝生の広場を発掘いたしまして、平成24年度には、この、やはりこの芝生と、この伊水神社さんの土地も含めてすべて本丸ですので、まあ、やはりここにも一つ、トレンチを入れないかということで、まあ、水神社様ともちょっと協議をさせていただいて、えー、いいよということで承諾をいただき、まあ、ここのですね、まあ、えー、普段はお客様が入らない、 ようなところを、えー、調査させていただくことになりました。まあ、こちらもですね、調査入るときは玉串をあげさせていただいて、まああのー、しっかりお払いをし,していただいた後、えー、ハック調査に入らせていただきました。でこちらのですね、トレンチの写真を見ていただきたいかと思います。まあ、このような形で正面から見ますと、ま,あ、また石が出たなと <laughs> いうことがあ一目でわかるかと思います。ちょっと石の話はあ少し置いておきまして、 えーと反対側から見た写真になります。<laughs> こちら見ていただきますと、ちょうど先ほどはですね、1段にしかこう見えないんですが、こちらにサブトレンチを入れてみ、えー、ますと、ちょうどこの石がですね、2段になっているということがわかるかと思います。でこの石,石につきましては、じゃこちら側にも繋、えー、がっておりまして、このような形で、えーまあ、この字型の何らかの基礎ではないかなと。 いうふうに、まあ、石積みの、石積み以降というふうに、えー、報告させていただいております。ちょっと土塁の方のですね、断面を見ていただきまして、こんなような形になっておりまして、まあ、ちょうどですね、こういうふうな、傾斜のところに、えー、石積みがこう入ってくるというのがわかるかと思います。で、実際ですね、えー、実際先ほどは、まあ、何らかの建物の、まあ、礎石だろうと、 というふうに、芝生広場につきましては、解釈をしておりますが、こちら、伊水神社さんのところで出てきた、石積み遺構につきましては、これ実際何らかの建物に伴うものなのか、何に伴うものなのか、までは、まだ分かって、まおりません。これ、これらにつきましては今後もですね、ま10年経ったり何も分かってないのかと言われると非常に恐縮なんですけれども。 えー、心苦しいんですが、えー、まだ分かっておりません。ちょっとまた類例とかありましたらまた教えていただきたいなと思うんですが、まあ何らかの基礎構造を持つものが、まあこの本丸の東側にあったということが分かるかなと思います。で、この移行につきましても、やはり発掘調査上ですね、異物がなかなか出てきませんので、 ええー、まあ、以の年代等も、まあ、推測ではしかないんですが、やはり築城期というふうに今あ、推定をしております。で、こちらですね、中心に見えます石。まあ、私が石が大好きなもんですから、まあ、この石にだいぶ注目するんですけれども、この石をですね、上から見ていただきますと、このような形になっておりますえ。見える方には見えるんですが、見えますでしょうかこの形でですね、まあ、ま、逆万字の、まあ、刻印に点と、 いうものがございます。これは、後ほどご紹介いたします、高岡城の石垣の、に使われている石にもですね、えー、刻印が残っておりまして、同じものが残っておりますので、まあな、まあ、間違いなく、まあ、築城期に切り出されたものであるということがわかっております。ですので、まあ、今回、もしかしたら江戸期の可能性もありますが、えー、報告書上は、えー、城生期の何らかの基礎以行が、 あると。しかもこの土塁のすぐ手前にあるっていうところが、まあ、味噌なのかなと思っておりまして、えー、何らかのちょっと、比較検討する材料があれば、比較検討して位置づけをしていきたいというふうに思っています。ただし、まあ、あの、先ほど見ていただいた通り、伊水神社さんのところはあまり土が変化しておりませんので、非常に残存状況はいいのかなというふうに考えて、 で、えっ、ー、と、先ほどからですね、ま、えっ、ー、と、本丸のですね、祖先につきましては、まあ、まあ、本丸にありますので、やっぱ本丸5点があったというふうに、まあ、我々一応推定をしております。で、その、 まあ、証拠と言いますか、古文書からちょっと見づらくて大変申し訳ないんですが、えこれ報告書からちょっとスキャンしたものになります。え前田年長の書状が残っておりまして、えこれは慶長17年のものですので、慶長14年から、まあ、3年後のものになります、えー。こちらのですね、文書につきましては、当、え、場、ー、書院、 の、廊下、畳の、こも、というふうに書いてございますので、えー、ここにですね、書院という文字が出てきますから、間違いなく本丸御殿はあったということが、まあ文書の方から言えるのではないか。ただし、この築城から3年経ったところでも、まだ工事中というか、本丸御殿は建設中だということが、現在進行形になっているのかなということが、 えー、この文書からはわかるかと思います。で、もう一つですね、ちょっと文書のお話が出たので、えー、注意していただきたいんですが、この前田利長の文書はですね、は、ひと、えー、晩年ですね、顔じゃなくてですね、このは、ひというものが、えー、は、ひか、ひですね、ひらがなのひになっておりまして、これが前田利長を示しております。 これはですね、はしば非の神の略になっておりまして、ここからもですね、非常に豊富温厚であったということが、 えー、わかるのではないかな。最後まで、やはり豊臣大好きな、あ、年長さんだったんじゃないかな、というふうなことも、えー、文書から言えるのではないかな、というふうに思っております。もし、ハーヒーのですね、文書なんか見,見られた方がおられたらですね、まあ、高岡市教育委員会、またはまあ、高岡市立博物館の方にですね、え、情報を一歩いただければ、非常にありがたいな、というふうに思っております。 で、他にもですね、このお城の築城に関する文書というのは非常に30、40通近くですね、残っている。しかもこの慶長14年とかですね、近辺の文書が非常に多くてですね、それだけでも特徴なのではないかというふうにご指摘もいただいております。で、これはですね、慶長14年のまさに9月18日ですの、ね、で、 9月13日が築城時、いわゆる入城時ですので、高岡市の、いわゆる高岡の会場の都市と月になっております。その5日後の文城ということになりますで。こちらはですね、ちょっと読みやすくしていきますと、まあ、こちらにこうやってですね、二の丸の、おこれ脇ですね、に、えー、門、門一つ、それから、 炭墨やぐら、墨にやぐら、二つということで、えー、このようなことを今、えー、このオ、オン、大工ですね。あ、すみません。次のスライドに行きますが、まあ、二の丸の門や墨やぐらの増築を、えー、この大工にちゃんと申し付けてあるよと。です。まあ、それ以外に工事はないというふうに、えー、言っておりますが、えー、お城に入って5日後にもうまたこのような、温情を出しておりますので、えー、高岡城と非常に先ほど、 半年間という,いうふうに言いましたが、多分できていたのは、まあ、堀とか土類、いわゆる縄張り的なものは、えー、できてはいたんだけれども、多分この中にある、いわゆる作事の部分だと思いますが、えー、建造物につきましては非常に、えー、現在進行形でまだ工事をしていたのではないかと、えー、いうことが推測されます。ですので、えー、年長が住んでいる、し住んでいたと推定される本丸御殿につきましても、えー ま、亡くなるまで、少し、え、亡くなるまで工事をしていたんではないかなというふうな予測を持っております。で、こちらですね、あの、ならないけど、田先生もこの高岡城跡の詳細調査の指導委員会に、 え、入っていただいておりまして、えー、現地指導もいただいております。えー、シンポジウムの際にですね、え、プロフィール画像をちょっといただきましたので、そちらちょっと、え、今回分かりやすさを重視して,て、あの、使わせていただいておりますが、えー、この報告書の中では、この高岡城の白鳥さんにおいて、まあ、本丸で年長の5点の祖先と思われるものが検出されましたと。 でこの書籍の上に、まあ、柱を立てたことが推定されるということと、まあ、全部は明らかではないですが、まあ、いくつかの建物が連結した壮大な御殿だったことが想定されるというようなご指摘を、まあ、講演会等でしていただきました。非常にありがたいご指摘だと思っております。で近世の大名御殿につきましては、えー、表、中奥、奥という三部構成になっていて、高岡城の場合ですね、今回、えー、検出された書籍、まあ、本丸広場、 の祖石というのは一部なんですけれども、まあ、検出した部分っていうのはやはり天守を意識したところに該当していて、やはり奥の、まあ、プライベート空間の部分の祖石なんではないかなというふうに、えー、推定をされておられます。で現在の、まあ、伊水神社周辺というのは、まあ、式台や東、まあ広,広間の方などの、まあ、表の空間があった可能性が高いですよというようなご指摘も 現地指導、並び、ま、講演会等でご指摘をいただきました。ですので、先ほどの水神社さんのものにつきましては、このような、ま、本丸御点に付属するような、え、ー 基礎で、ああるる可能性もあるのかなという,ふうに考えておりますでこれにつきましては、やはり、ま、10年ほど発掘してですね、われ私も孝行の側ですので、まあ、何もしてないのもあれだなと思いまして、今回ちょっとですね、えー、ちょ、名古屋城の本丸御殿と少し簡単な比較ができればなというふうに考えております。 まず、まあ、5点ですけれども、えー、先ほどの、えー、この日本名城百選のですね、まあ、画像をよく使っておりますが、まあ、こういうような形で、まあ、天守近いところに、まあ、5点があって、5、え、点、ー、があるというような概念でございます。で、こちらもですね、まあ、2008年の、日本名城百選でございますので、本丸5点が復元される前の、これ、名古屋城の、まあ、えー、画像でございます。ですので、この、よいしょ。 ですね、ここにあるのが礎、ま、石、あ、ですね。その時露出展示されておりました礎石ですが、今は本丸御殿になっております。で、こちらが、えー、2009年の特別遺跡名古屋城跡の本丸御殿発掘調査報告書の図面を、えー、今回掲載させていただきました。私非常に、まあ、面白かったというか、えー、こちらが、まあ、入り口になるんですけども、こちらが先ほど ご指摘のあった、えー、表の空間。こちらがですね、えー、実際入って、はい で、え、らいとか広間とか対面助書院というふうになっていく表の空間です。で、この青いところが、ね、奥のいわゆるプライベート空間。まあ、高岡城であればこの奥の空間の礎石なのかなというふうにえ考えられるわけなんですけども、まあ、このように岩基城ですね、えー、まあ、あの、狩りの飛行のような形の、まあ、 どん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 ここで奥の方に行くような、まあ、5点形式が、この1609年、それから1615年ぐらいの、まあ、流行であるならば、多分高岡城も同じような御点形式をしていたのではないか。これは私の推測ですが、まあ、その推定をもとにちょっと、高岡城と比較してみたいなというふうに思います。で、これは私、あの、えっ、ー、と、まだ奥商品がですね、 えー、できる前、今は全てできておりますが、えー、できる前にちょっと行った時の写真になっておりますが、表ご、表書院しか、えー、ちょっと写真ないんですが、大変申し訳ございませんが、ちょっと見ていただければと思います。表の方はこのような形で復元されておりまして、なんかもですね、素晴らしい、え交、ー、渉で綺麗になっているなと。はい。スロープもしっかり備えられている。 でその時、奥はですね、こんな形で、ちょうど復元中になっておりました。コケラーですね。で、これがですね、えーと、一応私どもが作った測量図と、先ほどの、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ちょっと戻ります。これですね。これ今スケール入ってますので、一応スケールを同じように、まあ、合わせまして、じゃあ高岡城にこの名古屋城の、 表古伝の形式がハマるのかなというのを、まあ、興味本位でですね、ちょっと、えやってみたらですね、よいしょ、よいしょ、よいしょ、こんな形になりまして、割とですね、スケール合わせると結構いい感じなのかなというふうにえ考えております。え高岡城の場合は、大手はこちら、カジマルの方になっているという説を、 私の方は取っておりますので、こちらから入ってきた場合、二の丸のところでこう曲がりまして、本丸に入っていきます。で本丸に入ったら、ここにまあ、第五問と、えズにはありますが、まあ、五問があって、実際ですね、ここには土塁がこう伸びておりまして、今現在は水人でこう直通できるんですけども、実際土塁がこうググググっと張り出しておりまして、ここもこうすぐになったですね、このような形に、 なっていて、この、ここに一回、ぶつかって、脇から入っていく。とするならば、ここに、先ほどの、えー、名古屋城の表御殿の、ものを配置してみました。すると、まあ、こんな形で、えー、スケー、ル合わせると、はまってくるなと。で、奥の御殿についても、こういう形で、 一応ですね、想定してみると、だいたい来るので、ちょっと礎石がですね、来るようなラインになるなぁということがちょっとわかりました。これは推定図でしかないので、まあ、今後もう少し、えー、ブラッシュアップする必要があるんですけれども、まあ、この、えー、10年前のですね、発掘調査の成果が、まあ、ですね、やはり、やっぱあの、先生、先生のご指摘の通り、奥の方の礎石がだい見つか 使っていて、表の方については、もうちょっと調べないとわからないのが、こっちには逆に礎石がなかったので、えー、こちらに非常に残りがいい礎石が残っているっていうのも、非常についつまが合うなというふうなことは、えー、まあ、確認できたというふうになります。ただし、この井水神社さんの、やはりこの基礎一行につきましては、一体何なのかなというのは、ちょっと疑問なままなので、えー これについても今後比較検討していければと思っています。えず上はですね、こちらのですね、この天守台と思われるところなんですが、ここはえず上では御、御材木御蔵ということで、御殿の工事も、えー、いわゆる現在進行中でやりつつ、まだ材木蔵があった状態というのが、えー、年長が生きていた時代の高岡城なのではないかなというふうに想像しております。 でこれでまあ本丸の発掘調査の正解につきましては、だいたい5点につきましてはこれで、えー、終了いたしまして、えー、本丸のです、ね、裏口のお話に入っていきたいかと思います。ちょうどですね、こちらのイメージジニアさん裏側のですね、ここにですね、えー、ここをなぜ掘れと言われたかと言いますと、ちょっと絵図を見ていただきたいんですが、 これがですね、慶長17年、年、え、長、ー、がまあ生きていた頃の、ま、絵図であろうと、まあ、写しなんですけれども、高岡市の中央図書館にある絵図でございます。こちらですね、えー、縄張りがこう書いてありまして、ここにですね、おにょにょっと書いてあるんですが、半分足掛け、半分車橋というふうに書いてございます。もう一つのですね、先ほど出た、あ絵図でございますが、これを見ると、拡大しますと、 ちょうど石垣があって、こう、端台って書いてあるんですね。ですので、ここには多分石垣があって、しかも、えー、ここは通常は何かこう、板みたいなですね。 橋がかかっていて、有事の際には本丸側に引き込むような車橋があったんではないかということだったので、ここをやはり発掘調査しろということで、発掘調査をいたしましたで。発掘調査しましたところ、これ斜面を掘ったところなんですが、非常にこのような歴がですね、ガーッとびっしり、30センチのところからもありますし、10センチ、まあ5センチぐらいでも露出するようなところがございました。これが一体何なのかということなんですが、 こちらの石垣の断面図を見ていただきますと、ちょうど石垣というのは、今見えている石垣の部分を外すと裏はですね、裏米石になっておりまして、こちらは、皆さんご存知のように、排水ですとか、この石垣の荷重をまあ分散させるというような役割があるそうでございます。この今、裏め石が見えている状態ではないかということをえご指摘をいただきました。 ちょっと金沢城のですね、ええー、行きますと、このような露出展示があって非常にわかりやすいんですが、ええー、ちょっと高岡城で見えていたのはこの部分。こ石が取り、取っ払われて、この部分の裏米石があ残っているんではないかなというふうに、えー、考えております。ですので、えー、車橋の構造は残念ながらわからないんですけども、多分この絵図のように石垣があったということは、こちら側ですね。 こちら側を掘ったらなかったので、ちょっとわからないんですけども、こちらが本丸側につきましては、石垣があったということが確認されております。はい。では続きまして、石垣と石切り丁場のお話に入っていきたいかと思います。 でこちらを見ていただきますと、これが、えー、唯一、えー、今現存で確認できる高岡城の石垣になります。これは、えー、本丸の、すいません、ここですね。今、二の丸と本丸をつなぐ、土橋の両面に、のみ今、石垣を確認することができます。 いろんな方に見ていただきますと、えー、報告書上では、築、え、城、ー、期の石垣の可能性が高いと、私の方で、えー、報告させていただいたんですが、まあ、いろんな先生方が、まあ、その後ですね、見ていただきますと、いや、ちょっと、ま古、あ、今東西、やはりこの土橋だけに石垣があるお城というのはなかなかないんではないかということと、まあ、積み方を見ますと、一度崩れたものを、まあ、急遽直しているような、 えー、石垣に見えるので、築城期という、築城期の積み方というのはどうなんだろうかというような、えー、会議的なご指摘もいただいております。まあ、ただし、えー、後ほどお話しするように、この石垣の石自体は、えー、1609年の築城期に、豊年長が高岡城に集めた石であるということは確認が取れておりますので、まあ、400年前の石であろうということは間違いないかなというふうに思っております。 ちょっと余談ですけれども、江戸城天守台が東京都の方にあるかと思いますが、こちらの、えー、私もこれ文化庁の会議に写真を撮ってきたものでございますが、これはやはりあの加賀藩の、えー、石さんたちがあ、あの州ですね、加賀藩のあの州が積んだというふうに言われております、えー。江戸城の天守につきましては、明暦の振袖大化の時に、えー、亡くなっておりまして、その後、 天守台だけが再建されておりますので、ちょうど明暦の大会以降ですので、1657年、17世紀の中頃から後半にかけての石積み、石垣作りというふうに見ることができるかと思いますが、ちょうどその時には加賀藩のですね、あの州のレベルがマックスに達していたというふうに聞いておりますので、非常にですね、こう成功な天守,台天守台を作ることが可能であったと。 いうふうに言われております。これは多分、加賀藩のあの,の、最高レベルの時ではないかなというふうに、個人的には思っております。まあ、では、あの、高岡城はというと、やはりもう少し、初期の段階のまあ石垣の作り方であろうというふうに、金沢城の多分、慶長期の石積みなんか見ますと、まあ、あの、今のえ天守台の積み方にはちょっと遠く及ばないような積み方かなというふうにえ思っております。 これも非常に見応えのある石垣かなと思います。それから、えー、高岡城の石垣が、まあ、どこから、えー、材料はですね、どこから運ばれてきたのかということで、我々調査を行いました。いろんなところに車で行きましたし、まあ、船でですね、島に渡ったりもしております。この調査が多分一番私にとっては、まあ、思い出深い、えー、調査かなというふうに <laughs> 思っております。 で、今回はですね、二つご紹介したいかと思います。まず一つはこの七尾市になるんですが、えー、白鳥というところで、王人の足跡と書いてございますが、ここの調査の結果をご紹介したいかと思います。まずこれなんで行くことになったかと言いますと、このようにですね、まあ文書が一つ手がかりになっておりまして、えこれは教法七年由来書きというか書いてありますが、これは神社さんのですね、由来書きの中に、 ちょっとこれでわからないね。ちょっとこういうふうに、えー、報告しますと、ちょうどここですね、えー。高岡様、恩不審の時、まあ、名田浦の新木をまあ、切り取ったと。で、石も切り取り、えー、切り取って、大、え、石、ー、とを切り取り、えー、切り割り、えー、していた,いたよと。 で、えー、と、ここですね。伊織村の白鳥というところに、まあ、一層23件ほど置きに、まあ、大人の足跡といわれる67尺もの、まあ、大きな石があったと。で、これを一つ割ったところに、まあ、高岡の方から飛脚が参って、まあ、ちょっと、まあ、会議というか、まあ、ちょっと怪しい出来事があったので、それを、 その一個割ったところで終わりにしてそのまましとけというような、<laughs> ちょっとですね、怪しい伝承に近い、えー、話があったんですが、まあ、高岡様で、まあ、あの、高岡城不審の時というふうに書いてございましたので、えー、これ一回この、白、いおり村の白鳥に行こうという話になって、えー、海岸線をずっと車で、えー、先生と調査を行った、 ものです。で、実際この七尾市のり、えー、町の白鳥地内の方に、うーっとですね、こうやってですね、この道をぐーっと行って、たらですね、ちょうどここにですね、もこれ都市計画図なんで、ね、なんか石があるわけなんですね。で、ちょうどこの、まあ、一番近いところから撮った写真をお見せしたいなと思います。まあ、これちょっとですね、えー、撮った写真だとちょっと色があの黒くなっておりますが、実際もうちょっとあの茶色っぽい石,石です。 で、これちょっと波高い時なので、えもう一つ写真を見ていただきたいか図面かな。で、これちょうどですね、う上からあ図面を撮ったんですけれども、これだけ見ると、なんか、えっ、ー、と、こちらはですね、ゆこ,これちょっと、あのーそ、想像の世界でこれ指のようになってて、ここが足の、まあ、えぇ、ー、こうというか、 付け根の方になってて、非常になんか上から見ると非常に大人の足跡みたいなに見えるので、これをまあ昔の人たちは見ながら、まあ大人の足跡というふうに言ったのかななんていうことも想像をしております。これはですね、気合で作った図面でして、実際このドローンで飛ばしてですね、あの図面書くのは最近簡単になってきたんですけども、我々これ海をジャブジャブこの中を歩きまして、この上に平板を置いてですね、 え、平板、え、私は一番若かったので、こっちに行ってですね、ポールを持って、平板測量した図面になっております。非常にですね、思い出深い図面です。で、これをですね、写真でちょっと見ていただきたい。ちょっと茶色っぽい、あの、11月ぐらいにちょっと、えー、海面が下がった時に行った写真です。で、まずですね、こちらのですね、大きな方の写真を見ていただきたいんですが、ちょうど上陸しますと、まあ、このような形で、なんか、ヤなナですね、草びの跡が見えると。 なんか割ったような、跡はあるなということが確認しております。で、次の写真はですね、ちょうど私がここに立って、ここからこっち側を撮った写真になります。ちょっとコントラスト、逆光が激しくて色がおかしいんですけど、ちょっと見ていただきたいと思います。これが非常にですね、あの、映える写真かなと私自身は思っているんですが、非常にもう感激をしました。私、石が大好きですので、本当にこちらですね、 一回目石を割って、二回石を割って、三回目にここ一周を割ったんだけど、割らなかった、あのー、割り切れてないという状態で止まっているというで。よく見ますと、ここにですね、破片等がございますが、これも割ってそのまま置いてあるという状態です。で、これを見ていただくと、こんな感じですね。 で、非常にですね、大きな矢穴で多分、形状期でいいだろうということと、この石の、えー、材質が下がんということから、多分、七尾城とかですね、金沢城には多分使ってないので、まあ、一番近い近場で言えば高岡城かなということで、今、新しい高岡城の石切り場の石として、えー、報告をさせていただいているものです。で、もう一つですね、石切り場として、 この阿武ヶ島というね、富山県の方であれば非常によくですね、あの思い出深い、よく遊覧船とか行っててですね、皆さん海水浴の時行ってたんですけど、最近ではもう、あの、遊覧船もなくなってしまいまして、行くことは非常に難しくなったんですけども、こちらが一つ、えー、仕切り場となっております。これはですね、えー、よいしょ。これ上から見た空中写真になりますが、女島と男島がありまして、女島と男島で地質が ね、違いますので、石切り場として使われているのはこちら側だけになります。で、実際ですね、上陸をしまして、ここ、同じ場に上陸して、今から、こう、男島に行くというような写真を見ていただきたいと思います。行くとですね、もう、脇にどん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 石が割られたまま放置されているっていうのが、たくさん置いてあります。こんな形で割って、そのまま落ちた。で、図面を一応作りまして、 これはですね、国印分布図になっておりまして、このように国印でもまとまりがあるようということが、えー、分かっております。でこれは我々の一応報告書の中では、えー、加賀藩の石区さんの何らかの、ねまあ、作業チームというか何らかの工程がまあ共通しているところが、えー、同じグループでここで作業をしているんではないかなというふうに考えております。これなんかここにですね、目印が。 え、ある、大きな石ですね。で、これはよく見ますと、ここに、丸にシューってこうなってまして、団子みたいになってまして、ここにもう一個、台という刻印がありますので、二つの刻印を持つものが残っておりました。それからですね、私が一番感動した、石材といたしましては、これでございまして、えー、まず、割ってある、 こっちも割ってるんですけども、刻印も2つあるということで、これは何がするかというと、えー、この割る工程は刻印をしてから割ってるんだということが分かりましたので、やっぱり刻印が先なんだということが非常によくわかる、えー、いい資料だなということで、えー、報告書にも記載しております。ここはですね、ほぼ、えー、先ほど言った図面ですね。ここら辺 え、歩きますと全部見えたところが全部石がこう笑われているような状態ですので、えー、ここはね、軽頂期の、な、えー、ちょうど高岡城というのは、慶頂期だけしかこう、築城で使われておりませんので、慶頂期の石切り鳥場としては非常に、まあ、凍結された、えー、いい石切り鳥場なんではないかなというふうに考えております。 で、もうあと時間が少し迫ってきましたので、ちょっと駆け足していきますがえ、最後に城下町の魅力をおご報告したいと思います。え最初にえお,、えー、お伝えして,しておりました、これがあー高岡町図ということで一番古い絵図でございまして、えー、先ほど都市計画図に、えー、これですね、えー、これをトレースしますと非常に残りがいいですよという話をしました。で、これをですね、ちょうど現地でトレースしていきますと、 妖水ですね。私、あの、感動したの、ちょうどここら辺なんですけれども、今、通りが、こう、大通りもあってですね、ここちょっとここら辺を歩いてますと、こんな感じで、高岡ので、ね、水の上に家が建っているというような形で、やはり妖水は潰さずに、こう、連結させて、家があるという形で、非常に、まあ、妖水が守られてて、綺麗な、いい、うん、いい石だな、というふうに、うんえー、街中を歩きながら、思っております。妖水はしっかり残ってますね。 それからですね、現在、こう、点線になってるんですけどここ、こことかですね。ここですね。ここ見ていただきたいんですけども、これ何かと言いますと、多分、絵図的に歩くと、だいたい溶水があるんですけども、現、現地行くと見えない。なんで見えないのかなと思ったら、ここですね。グレーチングになってて、蓋しちゃってるんですけども、これ開けますと、全部溶水が残ってますので、非常に溶水も残ってるってことが、えー、分かっております。 成功をやってぐーっと曲がっていって、道の方に出ていくと。な形で非常に様子の残りがいいということです。ですので、ね、高岡城の、えー、城下町というのも、今、あの、城下町と言わずに、あの、やっぱり商工業都市と言ってしまうんですが、築城期の年長が思い描いたプランというのも、えー、現地で楽しむことができる、まあ、非常に残りがいい城下町じゃないかなというふうに考えております。 で、先ほどからご説明しております、えー、詳細調査の、ま、報告書でございますが、じゃあですね、私も手元に、あ見えないな、えー、持っておりますが、このちょっと分厚いんですが、ちょっと2キロぐらい、えー、1.2キロぐらいあるんですけど、1.2キロだったまあ結構重たいんですが、えー、この高岡城跡の詳細調査報告書、まあ3,500円で絶賛発売中でございますので、ぜひ、あの、購入されたい方は、えー、ご連絡いただければと思います。 で今後、えー、魅力とこれからということで話を終えたいかと思います。で高岡城の歴史、先ほどですね、あの、最初の方だけ、築、え、城、ー、の前後はご説明しましたが、ちょうどこの一国一条例の後からですね、えー、ご説明してなかったかと思います。 で、えー、高岡では一国一条例で廃場になりますが、その後、えー、藩の米蔵、塩蔵が置かれるようになりまして、えー、藩が、加賀藩が一応維持して、維持管理をしていく形になります。で、その間、半世紀は、えー、ずっと来ておりますが、 やはり、大混乱の明治になりまして、高岡城の跡というのは民間に払い下げされてしまう。で実際、入札よりも土地の所有者になった方々が、買った方々がですね、開婚する一歩手前のところまで行ったそうなんですけれども、 この明治6年ですね、えー、打上官布告が出まして、いわゆる公園に、まあ、名所旧跡については公園にしてもいいよというような、まあ、法律ができたことによりまして、高岡城主を、えー、公園にしようという、えー、これ市民が、その時、えー、町ですので、まあ、町の高岡町人の方々、町の方々が、えー、自主的に、えー、公園指定運動というものを、 起こすわけです。まあ非常にナショナルトラスト運動の橋掛けになるんではないかなと思うんですが、非常にその早い段階で、明治8年には高岡公園に指定されるということで、これは近代公園の歴史としても、えー、日本の10本の指に入るぐらいの速さでなっておりますので、近代公園としても評価される、えー、ところではないかなというふうに思っております。 で、この後明治大正とは非常にですね、まあ、公園愛好家の方々も自分の資材を使って、えー、高岡城については非常にですね、よく管理されていたんですけれども、その後昭和、ああ、いわゆる戦後ですね、になってくると、えー、この後ですね、本丸球場が、ああ、いわゆる先ほど芝生広場が球場になったりです。ね、その後昭和26年はさ産業博覧会を、 するというような形で、どん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 開発されていくということが大きくなっております。で、この高岡城というのは非常にですね、まあ公園になるのが早かったものですから、高岡市民の方にとってはもう公園でしかなくて、お城だったという記憶がですね、だんだん薄れていっておりました。で、それがこの2009年の高岡会長400年というような、ああ、とこからじわじわとですね、あれ、そういえば高岡の 原点は、やっぱ、この1609年だよね、というような、動きがだんだん大きくなってきまして、この高岡城の調査、詳細調査というものも、まあ、スタートしたと。そして、平成27年、2015年に、まあ、国主席に指定されたというような歴史がございます。ちょっとスライドショーでですね、昔の小写真を見ていきたいと思います。で、明治42年に、まあ、皇太子殿下が、北陸に来れたときに、 この先ほど発掘したですね、本丸広場に、えー、先ほど見た三玄山祭りの山をですね、えー、7期揃えてお迎えするという、えー、これが多分明治42年段階の高岡の最高の、まあ、おもてなしだったんではないかなというふうに考えられます。ちょうど掘ったところですね。ちょっとこの、えー、茂みの横はですね、伊水神社さんがあるところで、 きましえー、続きましては、この本丸広場ですが、ここでまあ、えー、昔小学校はグラウンドがないので、ここで手股信号の、えー、練習をしているということですね。ここにちょっと若干土塁が残ってるんじゃないかなというふうに思います。えー、それから三の丸ですが、今体育館がありますが、体育館になる前はですね、すり鉢型の相撲場が ございまして、まあ、非常に半,半地下式にまあ掘削されておりますので、地下1個はちょっと残念ながらなかなか残ってないかもしれませんが、まあ、このような半地下式にして、えー、こんなたくさんの人がですね、集まるような仕組みを、えー、当時はしていたということです。えー、それが、えー、先ほど掘ったですね、えー、先ほど車橋と言っていた付近ですございますが、これは徴用橋と今なっておりまして、えー、この橋がかかっております。 で、ここには中之島というものを,、えー、を作りまして、えー、桜とかですね、植えてある状態ですね。もうちょっと若干ですね、石積みが残っておりますので、やっぱりこっちも石垣があったんだろうということは、えー、想像できるかなと思います。では、まあ、魅力としては、えー、ちょっと文化庁調査官の方からもご指摘いただいたんですけれども、まあ、このようにですね、まあ、お城と、 城とですね、こっち金谷町ですね。ここに山町筋もあるんですけども、電検地がここに1箇所、2箇所ある。それから、ここですね、墓所、加賀前岳二、えー、大都市の、えー、墓所がある。これは国史跡に指定されております。先ほど言った町並みもですね、充電圏に選定されておりますので、このように城と、まあ、城下町、町がですね、と大名簿がですね、それぞれ指定、選定されているのって非常に珍しいんですよ、と。 いうふうにご指摘をいただいておりまして、たぶん、今、石川県金沢市、それから、えー、富山県高岡市、それから山口県の萩市のみではないかなということですね。こういうのは、まあ、非常にですねあの、アピールする上では、えー、大事な視点かなというふうに思っています。最近では、えー、これはですね、えー、高岡城のです、ね、多言語リーフレットを作っております。で、えー、ちょうど、あ、これ見えるのかな。えー このような形で非常に A2 版の非常にでかいものを作りまして、まあ、我々表面と呼んでいるのは、非常に先ほどから私が言っているような年表ですとか、白鳥の成果とか、堀がなんでこんな広いんだみたいな話をですね、ぎっしりもう読み応えのあるような裏面、表面にさせていただいて、裏面はですね、実はう高岡城でなかなか建造物が残っておりませんので、お城であったということはなかなか皆様は伝わりづらいと。 いういうところから、じゃあ実際じゃあ高岡城を攻めてみたらどうやろうかということで、えー、実際妄想でですね、高岡城を攻めてみようとして、やっぱり攻めれないっていうようなものをですね、このバトル漫画ですね、架空のバトル漫画で理解を、まあ、アシストするような仕組みを作ったこのリーフレットを今、令和2年に作って、昨年度はですね、このような形でリーフレットを活用した 三三回のも行っております。まあなかなかこの高岡城というのは土の土づくりのお城としては非常に優秀ですが、やはり今最近のお城ブームです、あのように、やはり天守ですとか、えー、門ですとか、えーな、何かこう建造物がないと、なかなかこう一般の方々がこう入り込めないというところがちょっとうちの課題でございますので、やはりこの面白いリーフレットを使って、まあ現地を歩き、 それからまあ VR、AR なんかもちょっと駆使しつつ、えー、皆様にやっぱりお城であった時のまあ状態をですね、えー、想像させながら、まあこのお城の魅力を伝えていくというのは今後の我々のまあお仕事になるんではないかなというふうに思っております。ぜひまあ富山県ですね、えー、来らのる際には高岡市に来ていただいて、えー、高岡城もです、ね、ぜひ満喫していただければと思っております。えー、以上で私の話は終わりにしたいと思います。えー、ご清聴ありがとうございました。 タカさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。面いろんなあの裏話も <laughs> あのここにあのマスコットが出てますけど、はいはい、やっぱこのあの非常に特徴なのえあの絵伏し風のあの株とかあ。本当ですね。これは年永さんが愛用したものなんですかね。はい、そうです。あのご指摘の通り、えー、これマスコットはですね、年、えー、くんでございまして。 え前田利長がまあ着用した銀鱗尾成兜がかぶっている今、状態ですね。えと一つ書き込みが来ました。えー、高岡城に店主はあったんですかとい,う、はい、いやー、いい質問ですね。あのこれはですね、ちょっと先ほど、ちょっとスライドを戻しますね。はい、よく聞かれるんですけれども、ちょっとお待ちください。 おおおおおおちょええー、とですねよいしょ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 ,よいしょあごめんなさいちょっと戻りますねおおおおあ,あったあったった,った,ったはい。えー、ちょっとこの絵図を見ていただきたいんですけどもまあ測量図とも合致しますが大体この お城の天守が作られるところってこういうような本丸のちょっと出っ張り部分かと思います。えー、この絵図が残っているということで、まあ我々もですね、一応、年長は天守を作る予定だったんだろうと、いうふうに思ってますが、実際にはここを発掘したんですけれども、えー、天守の痕跡は見つかっておりません。ので、えー、天守を作ろうとしたんだけれども、なかったと。 いうのが我々の見解ですね。